ただいまより男子個人組で決勝戦を行います。選手をご紹介いたします。ゼッケン8番高校京都選手、神奈川県代表。ゼッケン37番本田哲也選手、愛媛県代表。選手が入場します。
ただいまの試合の結果、男子50人の優勝は。